彼にこんな行動や態度が見えるなら、あなたへの恋愛感情を隠しているのかもしれません。こんにちは、小川健司です。このチャンネルでは人間の思考や行動の本質にフォーカスということで、恋愛や仕事などあなたの日常をより豊かにしていくためのアイデアやヒントを紹介しています。動画はほぼ毎日更新しています。最新の動画を見逃さないためにもチャンネルの登録をよろしくお願いします。また僕への個別具体的なご質問ご相談等については僕の個別セッションまでお越しください。あなたから見た時に彼の行動や態度を通じて、ひょっとしてこれって私に対する恋愛感情なのかしら、ひょっとしてそういう気持ちを隠してるんじゃないのかな、そう思えるような行動や態度ってありますよね。彼がこういう行動や態度をあなたに見せているならば、彼はね、あなたに対する恋愛感情をひょっとしたら隠しているのかもしれない。じゃあそれはどういう行動や態度なのかというお話、今日は6つのポイントからご紹介をしていこうと思います。はっきりとしたね、恋愛感情愛情表現としてあなたにお示しになるときはね、どういう態度になるかという話は、こういうお話の中でねご紹介差し上げているので、まあ、それはさ、もう他人がとやかく言わずとも明らかな愛情表現だよね、それはそういうふうに受け取っていいんじゃないですかという話はね、こういう話でご紹介差し上げています。こちらに画像が出ていてね、こちらにリンク先が出ています。関連する動画このチャンネルの中ではいくつかご紹介差し上げているので、チャンネルご登録いただいてね、合わせてご覧になっていただければいいんだが、まあ、今日はあなたに対してね、はっきりとした愛情表現をしたいんだけど、まあ大人ですからね、いろんな事情があってそれちょっとまだ表に出せないぞ、ちょっと隠しているぞ、だけど行動や態度の節々に出てしまっている、それはねどんな行動や態度に現れているのか、そんなお話です。彼がこんな行動や態度をねあなたに見せているならば、彼はあなたに対しての恋愛感情ひょっとしたら隠しているのかもしれません。もちろんここでご紹介させている話全てのケースに当てはまるかというとそういうことでもないので、個別具体的なご質問ご相談については僕の個別セッションにお越しいただければ、あなたの状況や環境そして心の状態をお伺いさせていただきながら、より実践的なアドバイスをさせていただいたり、問題解決が必要であれば問題解決のためのお手伝いをさせていただくこともできます。下の概要欄説明欄の方にリンクが出ていますので、そちらの方からホームページに飛んでいただくか、こちらにも同様のリンクが出ています。こちらからホームページに飛んでいただいて、ご希望の日時ご入力いただいてお申し込みください。近々の日程がね大変混み合っていて、ご希望の日時少し取りづらくなっています。少し先の予定をね余裕を持ってお申し込みくださいませ。ということで今日は男性が恋愛感情を隠しているときにですね、そのお相手に対してどんな行動や態度が現れるのか、6つのポイントでいきたいと思います。そのうちの1つ目はこちらです。はい、発話の速度が変わるんですよね。発話とはすなわち呼吸なんでね、呼吸というのはすなわち心の状態なんです。あなたの前ではねやたら早口、もしくはあなたの前ではやたらゆっくり話す。あなたの前で何かあるんですよね。あなたに対して、自分の気持ちがねバレてしまうといけないからということで、とりあえず言葉を数多くね積み重ねて、自分自身の正直な気持ちっていうのはバレないようにしていったりとか、まあ、嘘をついたりする時もねこういう傾向あったりするんですけど、とにかくねこう間が怖いというか、やっぱりこう好きな女性の前で沈黙になってしまうとね嫌だから、とにかく言葉の数をね増やして隙間を埋めていったり、まあ、自分の気持ちをね覆い隠そうとするような傾向があると言葉の数が増えていく。まあ、一方でね、やっぱり好きな人の前だから余計なことを言ったりするといけないかな、変なこと言って嫌われたりしたらいけないかな、またこの人を喜ぶ言葉、この人を気持ちよくさせる言葉、どんな言葉があるだろう、そんなことをねあれこれあれこれ考えているうちになかなかうまく言葉にならない。そして言葉にならないから、緊張しちゃってねますます言葉が出てこないっていうね、まあそういう傾向もある。まあだからこれ嘘ついてる場合もね同じような傾向あるんだが、言葉の速度が変わる、言葉の量が変わる、数が変わるというのは、まあ、それが増えるか減るかというのは人によって違うと思います。あなたとの関係性にもよっても違うし、まあ、その場その時その状況によっても違うので一概には言えないんだけど、先ほど申し上げたようにね、言葉というのは、まあ、言葉というかね発話というのは呼吸なんですよね。呼吸というのは心の状態なので、心の状態が乱れてるわけですよね。
これまでのね、あなたとの関係性の中で、あれこの人私のことひょっとして好きなんかなとか、まあなんかね、お互いいい関係にいるよねという中で、あなたに対してはっきりとした恋愛感情を示さないんだけど、まあ何やらこう態度がね、ちょっとまあずれてる、変わってる、そして言葉がね、いつもと違う。他の人の前ではもうちょっとゆっくり話すのに、なんか私の時はすっごいベラベラ喋るよねとかね、まあ逆にね、普段ベラベラ喋ってるのに、なんで私の前ではこんなに喋らないのかな、なんか言葉を選んでるみたいなね、時はまあ何かありますよと。まあその何かっていうのはね、まあ何かあなたに嘘ついてることなのかもしれないし、隠し事をしてることなのかも知らんけど、ただ大嘘の場合はね、今申し上げたように、まああなたと彼との関係性の中で、まあ、ひょっとして私のこと好きなんかなと思えるような傾向がね、見え隠れしてる中で、彼の言葉の数が変わる、まあ増えたり減ったりする、速度がね、速くなったり遅くなったりするっていうことは、まあ、あなたに対する恋愛感情の表れだというふうに思っていただいていいんじゃないですか。しかもそれをはっきりとね、やっぱりバレると困るから、それを隠さなきゃいけないので、隠すためにそういう形でね、言葉というところに、まあ、言葉の速度というところにね、また言葉の量、言葉の数というところに現れているというふうに思っていただいていいのではないでしょうか。さあ、そして2番目はこちらです。はい。自分のことをね、余計に話すんですよね。1番目の話はね、ちょっと近いかもしれないが、とにかくね、こう自己アピールをしたくなってしまう。まあ、もともとね、自分語り大好きおじさんみたいな人もいたりするから、まあ、そういう人はね、別に放っておけばいい。そして男の人は多くの場合ね、好きな女性の前で無意識のうちにマウントを取ってしまいたくなるんですよね。それはなぜかというと、あなたに対して自分の強さを誇示したいか、自分という人間はね、君を守ることができるんだよ、そんなことを見せつけたいから、どうしてもね、こう自分の自慢話とかね、過去の武勇伝みたいな話とかっていうのを、まあ、聞いてもいないのにちょいちょいしてくる人っていたりするじゃないですか。だからそういう傾向はね、誰にでもある。こういう話をね、前にも差し上げましたね。好きな女性の前になると、男はね、なぜだかマウンティングをしてくるというね、もうちょっと鬱陶しいわっていうふうに思うかもしれないけど、でもそれってね、結構まあはっきりとした愛情表現だったりもするんですよね。こちらに画像があって、こちらにリンク先が出ている。しかしながら、まあここでね、ちょっとテーマとしてるのは、この恋愛感情を隠そうとしている彼、あなたに対してね、こうあからさまなこうマウンティングをすると、ちょっと嫌われてしまうんじゃないかなって思ったりとか、またね、こうなんか変な自己アピールをしようとしてるというふうに思われても嫌だなというね、まあそんなこう自分を抑える感情が芽生えているから、どうしてもね、こう自分のことあんまり話そうとしないんです。しかしそれでもやっぱり自分のこと話したくなるんでね、普段だったらそんなに話もしないような、別に自慢話じゃないんだけど、まあ実は俺これこれこういうことやってるんだとか、いや昨日家帰った時に、まあ冷凍庫開けたらね、いつもはそこにある、なんかヨーグルトかなんかがねなくて、すげえがっかりしたんだみたいな、なんだその話っていうね、あなたからしてみたら、まあ本当に聞いてもね仕方ないよねそれっていうようなことでも、とにかくね、なんかこう自分のことをプラスアルファ話をしたくなってしまうんですよね。それはさっき申し上げたように、マウント取ってね、自慢話したいんだけど、でもそうするとちょっとなんだかね、自分の気持ちが伝わったりすると嫌だなみたいなこともあるから、とにかくそれを抑え込みながら、なんかどうでもいい自分の話をね、プラスアルファ、昨日これこれこういうことやったんだとか、お友達とこういうことしてどうしたこうしたみたいなね、もちろんその中にはあなたに自分という人間をね、分かってほしい、自分という人間をオープンにすることで知ってほしいというような、まあ、潜在的な欲求っていうのはもちろんあったりするわけではあるんだが、まあ、それ以上にね、やっぱりこうとにかく自分のこと知ってほしいんだけど、でも好きな感情もバレてほしくないなという、そういうね、こうまあ行ったり来たりのこう感情が揺さぶられながら、とにかくこうあなたになんとかこううまく自分の気持ちをね隠しながらも、あなたに自分のことを知ってほしいみたいなね、まあ、そういうややこしい男性心理みたいなものが働いていて、もうあなたがね話聞いてて、はあ、だから何みたいなね、ことがちょいちょいあるようであるならば、まあそういうことじゃないですかというふうに思っていただいていいと思います。たださっきみたいにね、まあ誰かで構わず自分のことをね話したがりおじさんみたいな人であるならば、まあ、それはそれでほっとけばいいんだけど、まあ普段からあんまり自分のこと話さないのに、あなたの前ではまあね全く話さないわけじゃないんでしょうけど、やたらこうねプラスアルファいろんな話が出てくるよねっていう時には、まあそういうこっちゃないですかねっていうふうに思っていただいていいと思います。さあ、そして3番目です。はい。連絡をね絶たないんですよね。
あなたの方から連絡をした時に、彼はそれを必ずね返信をしてくれる、彼から主体的にそして積極的に連絡をしてきてくれるわけではない、しかし、まあ、あなたの方からね、した連絡に対しては返信くれるし、まあ、全くね、ゼロということでもない、彼の方からね連絡来ることも、まあ、あるにはある。それはあなたから期待、あなたが期待することじゃないにしてもね、まあ一応あるよねと。そしてあなたから送ったものに関しては必ず返信が来るよね、まあ、ちゃんとね繋がってるんですよね、まあ、向こうの方からね連絡が来れば一番いいんでしょうけど、そして本当にね彼があなたに対してはっきりとした恋愛感情を抱いていて、それをあなたに伝えたい、愛情表現として見せたい時ならば、まあ、ご飯行こうよとかね、今何してんのっていうね連絡とか、もうとにかくあれやこれやであなたとコンタクトを取ってこようとするんだけど、まあそういう感じでもない、だけども繋がっている。まあこれはもうすなわちあなたを拒否しているわけではないし、まあ、あなたとの関係に対してね、まあ、割とポジティブに考えているというふうに思っていただいていいんじゃないですか。完全にね、あなたを避けているというか、もう連絡取りたくないな、鬱陶しいなということだったら、まあ、そもそも向こうから連絡もしてこないでしょうし、あなたの返事に対してもね、全く返すこともないと思うんですよね。でそれを返してきている。そして、まあ、1番目2番目にも言ったような彼の言動というのがあって、その上でね彼があなたとの関係を断とうとしていないということならば、それはあなたに対しての、まあ、そういう気持ちがあるんだけど、まあなかなかね今こういう時代だからさ、自分から連絡をしてね、それをやっぱりセクハラパワハラと言って怒られることがあるかもしれないし、まあ、彼自身がねもともと人を主体的に誘うような人じゃないっていうこともあったりするから、だから連絡があるかないかっていうことだけで恋愛感情があるかないかっていうことを判断するっていうのは今少しね難しい時代ではあるとは思うんだけど、ただあなたの連絡をね少なからず受け入れてくれていて、それに対してレスポンスをしてくれてるということは、あなたに対して全然否定をしていないし、はっきりとしたね、愛情表現をしていなかったとしても、まあ、少なからずね、まあ、1番2番にあったような話とか、まあ、この後 3,4,5,6 に出てくるような、あ、4,5,6かに出てくるような話なんかと、まあ、照らし合わせて考えてみたときに、あ、連絡立ってないってことは、まあ、そういうことだよね、あ、私のこと好きでいてくれてるんよね、はっきり言わないけどねっていうふうに、まあ、思っていただいて良いと思います。さあ、そして、4番目です。はい、まあ、これはね分かりやすいですね。まあ、必ずやっぱり何かあったら助けてくれるということですよね。まあ、この助けてくれるっていうのはどの範囲のものかっていうのは、それはみんないろいろありますよ。その場その時その状況とかね、お互いの関係性にもよるでしょうと。ただあなたがね、ちょっとコピー機詰まってね、ガシャガシャやってるところに、おいおい大丈夫って言って、あ、ほらほらここに紙が詰まっているよっていうことまでちゃんとねこう面倒を見てくれることがあるかことなのかもしれないし、まあちょっとね、帰り道が少し、まあ、夜遅いしね、道も暗いからっつって送ってくれるっていうことなのかもしれないし、まあ何でしょうね、まあいろいろあると思います。小さなことから大きなことまでね、やっぱり何かあなたが困ったことがあったりとか、誰かの力を借りたいなと思っている時に、まあたまたまね彼がそこにいるっていうことではあるんだけど、その時にやっぱり必ず力を貸してくれるというか、まあ、一番最初にね手を挙げて、あ、なんだよっていうことで、まあ、なんだよとか言いながらもちゃんとねあなたに対して、まあ助けてくれるような姿勢を示すっていうことはさ、それはさどうでもいいようなお相手だったら、まあ何のコピー機別にそこでちゃんとよく見て、ほら直し方そこに書いてあるから大丈夫、あのそこにさ営業の人の電話番号書いてあるからさ、そこに電話しなよっていう話でさ終わっちゃうわけさ。それをわざわざ一緒になってね、助けてくれるっていうことは、まああなたのこと好きじゃなければそういうことしないし、まあそれなりのね、まあ、信頼感というか尊敬というところまで、信頼とか尊敬というところまでいかないにしても、やっぱり人間としての好意をね、抱いている、それが一度二度ということではなくて、まあ重ね重ねね、そういうことが頻繁にあるということはあなたを気にかけている証明でもあるわけだから、はっきりとあなたに恋愛感情を示していなかったとしても、まあそういう感情をね彼なりに持っているというふうに思っていただいてもいいのではないでしょうか。さあ、そして5番目はこちらです。はい、まあ、これも分かりやすいじゃん、分かりやすいですね。まあ、遠回しにね探りを入れてくるというか、まあ、なかなかね女の人に今時はいろんなことをね聞くっていうのは難しかったりもするじゃないですか。まあ、彼氏おんのとか、ね、結婚しとるんとかね、まあ、年齢おいくつとかね、まあ、ちょっとねこう間違ったこと聞くだけでそれが地雷になってね大爆発みたいなこともあったりするから、まあ、なかなか男の人としては聞きづらかったりもする。そしてもう一つはやっぱりそういうことを聞いてしまうと、やっぱり自分がね彼女に対して、あなたに対して何かしら思うところがあるんじゃないかというふうに思われてしまう。つまり
自分がね好きなのがバレてしまうんじゃないかっていう、そんな不安感も、あったりする。だからはっきり言うとね、聞いてくれればいいのにってあなたは思うかもしれないし、別に私聞かれて困ることなんもないんだけどっていうふうに、まあ、感じることもあるかもしれないけどさ、なかなかねやっぱり聞きづらい、そういう社会的な背景もあるし、まあ彼のメンタルもあったりするので、まあ、どうしてもこう聞き方がね、遠回しになる。まあ週末とか何してんの、あそうなんだ、へえ、そう、お家にいたりするんだ、お家で何一人でテレビ見てたりとかすんのみたいなね、週末男といるんかいとかね、そういうこと聞きたいんだろうというふうにあなたはね思うかもしれないけど、まあ、彼もそういうところをはっきり聞けないので、まあ遠回しにね、聞いてきて、ね、なんか最近なんとかさんと仲良くしてたりするよねとか、なんとかさんとこの間ご飯食べたりしなかったみたいなね、その男と何かあるんかって聞きたいんだよねこの人はっていうふうにあなたから見た時に思うかもしれないけど、それなかなか聞けないからね男の人もね、まあそういうことずけずけ聞くね、まあ僕みたいな人もいるけど、でも一般的にはねあんまりデリカシーのある男性は聞かないので、まあそのあたりでちょっとこう躊躇してるよっていうような気配が見えてる、しかもあなたのことちゃんとね聞きたいというのが、まあ、あなたから見た時に分かるということは、それはまあね、あなたのことを好きなんじゃないですか。で、そしてその気持ちがね、はっきりとあなたに伝わるといけないなっていうふうに思うこともあるので、まあそういうふうにちょっと遠回しなね、言い方になったりすることもあるので、まあ、それは汲んであげたらいいんじゃないですかということです。さあ、そして最後6番目です。はい。この先も一緒に関わっていくという前提の話なんですよね。まあ例えばね、お昼一緒に食べましたと、じゃあ次回はここでね食べようよとか、まあなんか2人で遊びに行きましたと、じゃあ次回はこういうとこ行きたいよねという話であるとか、まあ2人になっていなくてもね、まあ何かを仕事をした時に、あじゃあこれについてはまた今度俺こういう書類を作って持ってくるからそれ見てよとか、こういう話を今度は一緒にしていこうよとか、あこれについてじゃあ俺宿題として持って帰らせてもらうからこれ今度、見させてもらっていいとか、これちょっと次まで考えておいてもらえないかなとかね、もう何かしら、2人の関係はここで終わりではないよね、この先も必ず関わるよねというような、まあ、宿題を残していくパターンですよね。これはねもう無意識のうちに、ね、やっちゃいますよね。逆に好きじゃないお相手に対しては、全くね、まあ、本当に事務的なやり取りなのであるならば、じゃあこれはこういうことで以上、はいさようならということでね、終わってしまう。まあご飯食べ行って、今日ご飯美味しかったね、じゃあお疲れということで終わってしまう。まあ、仕事の話をしていてもね、まあ、本案件についてはね、まあ、ここで終了、お疲れ様でしたということで、以後ないということをあえてね、次もこういうふうにしようよ、次はこういうことについて考えようよ、何かしらねこう未来の話を持ってくる、どうしてもね無意識のうちにこの人との関係を終わらせたくないな、この先も一緒にいたいな、まあ、今日はちょっとチャンスがなかったけど次回またチャンスがあればいいなという何かしらの期待感を持っている。まあ、はっきりとね、じゃあお付き合いしましょうよとか、まあ仲良くなっていきましょうよっていうことは言えればいいんだろうけど、まあ男の人にもさ、いろいろ言えない事情がある。まあそんな話はね、この間もお話し差し上げたかな。気持ちがあってもさ、それをなかなか明確にね、お伝えできないような時っていうのも、まあ人にはいろいろあったりするから、まあその辺はね、ちょっとこう、組んであげていただきながら、こちらに画像が出ていてね、こちらにリンク先も出てると思います。だからあなたとの関係をね、継続していく気満々だし、まあ今後もやり取りしていく気満々だし、まあ、下手すらね、まあどっかでこう何か、チャンスを伺っているような気配さえ見えるんだけど、まあそういうことをはっきり言ってこない。まあだけども何か、ね、必ず会うたんびに次の話が出てきていて、何かそこでやるたんびにそこで話が終わるんじゃなくて、じゃあ次はとかね、じゃあ今度はみたいな話を彼がねやたら、まあ、出してくるというか、終わりにさせないような展開を無意識なのか意図的なのか分からんけどやっているような感じが見え隠れするのであるならば、まあ、それはあなたに対する行為、今後もねあなたと関わっていきたいなというふうに思っているというふうに思っていただいていいのではないでしょうか。さあということで、6項目ご紹介いたしました。あくまでもね、まだ彼の中では一応恋愛感情として抱いているんだけど、それをねはっきりとあなたにお示しする、あなたに対して伝えていくっていうところまで至っていない、
だからそれは何かね事情があるのかもしれないし、まあ、これからそうしようとしているのかもしれない、まあ、なのであんまりね、だからどうだっていうことでこれをあなたの方からつついてどうこうするよりはそういう気持ちでいてくれるんだというところをねまずは様子見というところでもいいのかなと思います。これがねもうちょっとこうはっきりしてきてあなたに対して愛情表現をしてくるとか、あれよく見てみたら違ったなっていうことになっていくんだったらねまたその時にね判断をすればよく、ただまあこの人はどういうふうに私のことを思ってるのかなと思った時に、まあ、果たしてそれは恋愛に関連するものなのか、まあ、そうじゃないものなのか、それともねあなた自身の誤解錯覚勘違いなのかということを、まあ、見極める上での参考としてね、まあ、彼のこういう言動の中からそういう真意っていうのが多少はね探ることもできたりするので、参考にしていただけるようであれば参考にしてみてください。現場からは以上です。